2014年リビア内戦は2014年から2020年にかけてリビアの領土を支配しようとする武装勢力の間で発生した紛争である。2011年勃発のカダフィ政権と反体制派との内戦を第1次リビア内戦とし第2次リビア内戦と呼ぶこともある。紛争は2014年に民主的に選出されたトリポリ政府とリビア政府として 国際的に認知された、トブルク政府の間で行われたほか、シルテ拠点のイズ系武装勢力やカダフィ派残党、核部族の民兵など、中小の武装勢力が乱立した。2020年時点では、暫定政権がトリポリを拠点とし、トルコやカタール、イタリア、ムスリム同胞団の支援を受けており、また2019年4月に、東部で放棄したリビア国民軍は、ロシア連邦、エジプト、 フランスが後押ししており、外国勢力も介入するという構図であった。2020年10月23日をもって、暫定政権とリビア国民軍が停戦することで合意し、翌2021年3月にはトリポリ、トブルク両政府が承認する統一政権が発足した。2014年より本格的となったトリポリ政府とトブルク政府、 その他武装勢力の間で起きている紛争については、2020年3月、現在まで続く現在進行形の戦闘であり、正式な名称は定まっていない。また、カダフィ旧政権と国民評議会の間で行われた2011年、リビア内戦がカダフィ政権の崩壊と最高指導者、カダフィ大佐の死亡という形で、一応の収束を見た後も、 散発的な戦闘は発生しており、アフガニスタン紛争のように継続した紛争と見た上で、主な戦闘当事者の変化で、時期別に区切る見方もできるが、ここでは両内戦を、発生年で分け、カダフィ政権と国民評議会との間での内戦に対し、2014年のトリポリ政府とトブルク政府の並立をもって、本格化した紛争を2014年リビア内戦と表記する。 2016年末時点で、リビアには、以下の勢力が存在する。2010年末から2011年初頭にかけて起きた、チュニジアでのジャスミン革命やエジプトでの、エジプト革命などのアラブの春に触発され、リビアにおいても1969年以来、41年間という、アフリカ諸国最長の政権を維持する最高指導者、ムアンマル・アル・カズ・ザーフィーに対する退陣要求が、 高まった。反政府デモは、もともと反カダフィ感情が強かった切れない価値法のベンガジを中心に武装放棄にまで発展し、カダフィ政権側も航空機や重火器を使用した武力鎮圧を試みたため、2月15日には本格的な武力衝突に発展した。閣僚や軍、国外の外交官からも、カダフ政権からの離反が相次ぎ、2月27日には、 カダフィ政権下で司法初期を務めたムスタファ・アブドル・ジャリルを中心に反体制組織リビア国民評議会が設立されカダフィ政権を見限った国々からもリビアの政党政権の承認を受けたことでリビアでは同年8月後半にカダフィ政権が崩壊するまでの約半年間カダフィ大佐率いるトリポリ政府と国民評議会側のベンガジ政府が並立することとなる 兵議海軍側は軍事面でも地方都市を次々に掌握し、一時は首都トリポリを包囲するに至るが、軍事的に未熟で装備で劣ることに加え、カダフィ政権側が精鋭部隊を投入したことで、戦闘でも徐々に劣勢に追い込まれ、3月10日頃から交代を余儀なくされた。政府軍は11日には西部のザウィア、14日には同じくズワラと表議海軍を、 各個撃破し、15日までには、西部のほぼ全域、石油基地をすべて奪還した。政権側の攻勢により形勢は逆転し、カダフ大佐が国民評議会側の根拠地ベンガジへの総攻撃を宣言するが、3月19日、フランスが軍事介入を宣言し、米英物を中心としたナト o 軍がカダフ政府軍への空爆を開始。 アメリカ軍のオデッセイの夜明け作戦によりトマホーク巡航ミサイルが100発以上発射された。これに対しカダフィ大佐は直後に国営放送で演説し国民に対し徹底抗戦を呼びかけた。しばらくは戦況が硬着したが NATO 軍による継続的な軍事支援で形勢は再び国民評議会軍側に傾き同年8月23日に 首都トリポーリが、ナトー軍の支援を受けた反体制派のリビア国民、評議会の構成によって陥落し、カダフィ大佐が率いる大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国は、事実上崩壊した。その後も、カダフィ大佐は拠点をするとに移し、攻戦を続けたが、9月21日には、南部サブ派、10月17日は、バニワリード、そして10月20日に、 最後の拠点スルトが陥落し、カダフィ大佐自身も戦死したことで1969年以来続いた大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリイヤ国は明日ともに終焉し、10月23日に国民評議会によりリビア全土の解放が唱えられ内戦終結が宣言された。2011年リビア内戦ではカダフィ政権下で優遇された部族などは内戦中も一貫して、 カダフィ陣営を支持してきた。政権崩壊によって、俗軍となった彼らは、新政府からの迫害以外にも、形勢が逆転した6月頃から、周囲の評議会派の部族による報復が発生した。カダフィ政権下での部族感覚差が報復の残酷さを助長した。こうした報復の応酬によって生じた対立を仲裁、解消するため、宗教指導者、教育者、 知識人が主体となって国民和解のための調停委員会が設置された。新政府による礼遇の典型的な例はカダフィ大佐の出身地するとでリビア内戦で最後の激戦地となったことに加えカッザーフィーを最後まで支持し、かくまっていたことによる新政府からの礼遇や進まない戦後復興への不満が口実のイスラム過激派の温床となる一因となる。 部族艦隊率の最も典型的な例が、ミスラタとタオルガの対立である。ベンガ自放棄後、西部で真っ先に反旗を翻したミスラタに対して、カダフィ大佐の弾圧指示と多額の資金援助を受けたタオルガをはじめとする周辺都市が大規模な攻撃を行った。しかしその後に形勢が逆転すると、ミスラタがタオルガを攻撃した。 双方合計7000人近くが死亡した戦闘がミスラタの勝利に終わるとミスラタはタオルガ住民を町から追放、町を閉鎖した。タオルガ住民は全国各地に散らばって難民か NGO の援助によってかろうじて命をつなぐ、窮状に追い込まれた。調停委員会はこの2社の和解を最優先課題と位置づけタオルガ指導部が仲裁を依頼した第三者の 有力部族と共に調停に当たっている。2012年7月7日、60年ぶりに行われた国民全体会議選挙で120議席が無所属に80議席が政党に配分された。国民勢力連合が39議席、ムスリム同胞団系の公正建設党が17議席、残りの議席は各中小政党が獲得。国民評議会は 同年8月8日に権限を全体国民会議に異常し解散した。以後、選挙によって選ばれた議員で構成された議会に、承認された内閣が行政権を継承し、そしてこの議会が政権議会として、リビアの新憲法を制定し、1年以内の正式、政府発足を目指して、統治機構を整えることとなる。9月11日、米領時間襲撃事件が発生。 J. クリストファー・スティーブンス大使はじめ関係者4人が死亡。9月12日、リビア全体国民会議は、ムスタファー・アブー・シャグールを首相に指名したが、期限内に組閣を果たせず、首相不信任案を可決し解任した。リビア国民評議会時代の暫定首相である、アブドン・ラヒーム・アルキーブが引き続き暫定政権を引いた。10月14日、国民議会は、 元外交官のアリー・ゼーダーンを首相に選出した。内戦終了後、旧カダフィ政権支持の緑のレジスタンスが活動開始。ミスラタ系武将襲撃死145人の守衛を殺害。2014年、各地でイスラム系武装勢力の構成が活発化、政府の支配権が弱まった。特に2014年6月25日に行われた リビア国民議会選挙の結果、世俗派が圧勝して以降、結果を不服とするイスラム勢力が攻勢をかける。同年7月14日にはそれまで民兵が掌握していたトリポリ国際空港がイスラム勢力に奪取され、その後も空港周辺において双方がロケット砲を撃ち合う大掛かりな戦闘が続いた。戦闘の結果、100人前後が死亡、400人以上。 不詳。同月28日には、市街地と空港を結ぶ、道路途中の大型石油貯蔵施設が被災し、大規模な火災が発生。また7月31日には、ベンガジの特殊部隊本部が陥落。一連の戦闘の結果、世俗派政府、議会は、首都トリポリにおける、実行支配権を喪失し、東部の公安都市とブル力に退去した。 一方新たに首都を掌握したイスラム勢力は独自の政府議会を設立し、これ以降国内に2つの政府議会が並立し、正当性を争う事態となっている。アイスセルの実効支配地域、リビアの一部が実効支配されている。また、この政治の空白をついて過激派組織が勢力を拡大させている。2014年10月上旬。 過激派組織アイスセルの旗を掲げた20代の四輪、駆動者が、同国東部の市街地を更新、勢力を誇示また2015年2月、エジプトから出稼ぎに来ていたコプト教と21人を斬首する映像を公開した。2015年現在、リビア国内は、トリポリを拠点とする、イスラム勢力系の新国民議会と飛ぶルクを拠点と、 する世俗派のリビア国民大議員による二つの政府、議会が存在し、それぞれから、厳守、首相を選出している。国際社会からはトブルク政府が、正当性を認められているのに対し、トリポリ政府は、トルコやカタールの支援を受けていると指摘されている。また、東部の切れない価値法は独自の自治政府。 切れないか暫定評議会により統治されており、中央政府の支配が行き届いていない。さらには、アイスセルやアルカイダ等のイスラーム過激派が勢力を、新長。各地で内戦が激化し、無政府状態となっている。2015年12月になって、双方の政治家が交渉を行い、リビア統一政権の樹立が目指されることとなり、新首相として、ファイズ・サラージが指名されたものの、 両方の議会で批准を得られず、政権発足は足踏み状態となった。2016年3月31日になって、新国民議会はサラージ率いる大統領評議会に権限を移譲するとしたが、もう一方の国民大議員は統一政府を承認していない。2016年10月14日、ハリーファー・アルグワイル率いる国民議会派がクーデターを起こしトリポリの 国家評議会の建物を占拠した。2019年4月5日、リビア国民軍を率いるハリファ・ハフタルは国際連合の支持を取り付けていた国民合意政府が拠点とするトリポリへの進軍を宣言。国連やアメリカ合衆国の警告を無視する形で激しい戦闘を繰り広げた。同月7日にはリビア国民軍側が政府側の拠点を空爆。同月12日には トリポリから2 0トルの地点まで進軍。トリポリからは約8000人の市民が戦乱を避けるために避難した。ありがとうございます。